願いします。Yeah.
こんにちは、こんばんは、こんばんみ、カノジョラです。今日は、第1回、ひろゆきジオパーク週日コンサートにお参りいただきありがとうございます。ありがとうございます。加藤翔太と言います。今日短い間ですけども、熱中の夜をゆっくりと過ごしてください。楽しんでくださいね。じゃあ、行きます。You
皆さんあまり知っている歌、ないと思いますけども、我々カトムショコラは、オリジナルバンドでやっておりまして、つまり聞き慣れない曲で申し訳ないんですけども、我慢して聞いてね。お兄さんです。そしたらですね、この曲はオリジナルではないんですけど、ジョカバートということで、緑という曲をちょっと、作詞が田塚津屋さんでしたっけね、もう息子さんがやってる田塚裕二さんという方が、作詞作曲だ。緑という曲を加藤ショコラにちょっとアレンジしました。じゃあ聴いてください、緑という曲。
もう早いもので最後の曲になりました、今でも、何時まであるかちょっとわからないです。雨が降らないうちに終わりたいと思います、今日はどうもありがとうございました。加藤ショコラでした。最後の曲を聴いてください。エブリデイという曲を聴いてください。
よかった。俺思わずね、女房に愛してるって言おうかなと思いますが、ぜひ行ってください。恋人に、恋人の奥さんの方はぜひ行ってください。今日帰ったら言おうかなと思って、今日はここでちょっと泊まるから明日に行く。そうしてください。そうしてください。ありがとうございました。次は、工藤武さん、皆さんは名前は聞いたことないかわかりませんけど、37年前かわかりませんけど、元あのプロ歌手 NHK スタジオ101のメンバーです。こちらに帰ってきて、公務員をやられて退職されて、趣味で CD 出してます。販売をしますので、そちらの方でオリジナル曲を